ちょっと今の気持ちをちょっと待って、ね、すごい緊張するこれ今統制拡大の新しい目標が提起をされて若い人たちにこの党を引き継いでいこうっていう大きい目標が提起されて頑張っていきたいなと思いました。早速感動して涙する場面もあり、石川県の頑張りに、はい、もう被災者の皆さんにとことん寄り添ってる様子に、私たちも兵庫県で阪神淡路大震災を体験しているので私たちも頑張りたいと思います。力になれたらと思ってます。頑張るぞ。おー、皆さんの、もう田村さんの方とかもそうだし、福岡の人の頑張りだとか、石川県の方々にも励まされて、青森でもいろいろ頑張っていきたいなと、はい、思いました。民主集中制が本当に私たちが目指している未来社会を、ね、作るとか、社会変革していくのに力を合わせていく一番大事なポイントだなっていうこととか、ポスト争いに私たちの党はね全然縁がないっていうか、そういうことが嫌いな人たちが集まってるなっていうことを実感してました。来賓席でパレスチナの方が田村さん そのガザのところの報告で拍手をしてたのが非常に印象深かったです。よく歴史的な大会に参加できて嬉しく思ってます。せーの、どういう意味、はい、参議院選挙勝つぞ、その前に総選挙勝つぞ。党建設のこの間の教訓、新しい方針、これをどれだけ実践できるか楽しみですね。これからの討論楽しみです。